武武田田介介君日本共産党の武田亮介ですすよろししくお願いいたします <laughs> あの地下水は身近な水源として多様な用途に利用されているとで、広く地域や社会、その文化と関わっておりますけれども、影響が生じればその回復に極めて、えー、長期間を要するものである、でかつその挙動が必ずしもすべて解明されているわけではない。 不明な場合が多いといととうことでありますでそこで今回の改正案では、責務に関する規定の整備として、国および地方,地方公共団体の責務に、水循環に関する施策に、地下水の適正な保全および利用に関する施策、これが含まれることを明らかにして、かつ事業者および国民,国民の責務に、当該施策への協力が含まれることを明らかにするものだというふうに承知をしております。 でまずお伺いをしたいと思いますけれども、事業者、国民の責務として、えー、国や地方公共団体が定める施策への協力を規定しているのは、改正案のどこで読めばいいのか、お聞かせいただければと思います衆議院国土交通委員長代理、津島淳君武田委員にお答えをいたします。現行水循環基本法においいてて、ね、事業者の責務を規定している6条及び 国民の責務を規定している7条では、事業者と国民はそれぞれ国または地方公共団体が実施する水循環に関する施策に協力することとされております。で今回の改正では、現行法4条の水循環に関する施策の後に、地下水の適正な保全および利用に関する施策を含む以下同じを追加すること こととしておりますこの以下同じと付記することで,です、ね、6条と7条でも4条と同様に、国または地方公共団体が実施する水循環に関する施策、各個、地下水の適正な保全および利用に関する施策を含む、各個閉じると読めるようになっております。えー、すなわち事業者及び国民は 国また地方公共団体が実施する地下水に関する施策に協力すべきこととなるわけでございますす以上です武田君、はい、明確にご説明をいただきました、改正案のポイントとして、ですね基本的施策の中に、地下水の適正な保全および利用に関する規定、これを追加するということなんですけれども、この考え方の基本となる、先ほども少しありましたけれども、地下水マネジメントとはどういう考え方なのか。 それから先ほどもありました第16条の2これを新たに規定した狙いについてご説明いただければと思います小宮山康子君ご質問ありがとうございます地下水マネジメントとは地下水に関する課題について共通認識の情勢や地下水の利用や挙動等の実態把握とその分析可視化水量と水質の保全、寛容、採取等に関する地域における協議やその内容を 実施すするマネジメントというものでありますこれまで地下水マネジメントについては、水循環基本計画を踏まえ、各種取り組みが推進されてきたところではありますが、16条の2の 新設によって、地下水マネジメントの考え方を参考にした努力義務規定が今回、法令上明言、明定されることにより、国、地下水マネジメントに取り組もうとする地方公共団体にとって、取り組みのさらなる推進に向けた後押しになるものと考え期待しております続島淳君はい え続けて後半部分の質問にお答えをいたします、ご質問ありがとうございます。現行の水循環基本法第6条においてです、ね、事業者は国または地方公共団体が実施する水循環に関する施策に協力する責務を有すると規定されているところでございますが、今回の改正による水循環に関する施策に、地下水の適正な保全および利用に関する施策が含まれることが明らかになりました。 ご指摘の地下水の適正な保存および利用に関する協議を行う組織の設置、またはこれに類する業務を行う既存の組織の活用は、地下水の適正な保存および利用に関する施策の代表的な例でございまして、事業者はこれに協力する責務を有することになるということでございます武田君。あの 地下水に今回の法改正にあたってもです、ね、地下水の保全、その利用にあたって、地方公共団体からヒアリングも行ったということでありました、非常に重要な指摘がここでなされていたんだろうというふうに思います。地下水に関する課題について、共通認識を醸成していくこと、あるいは地下水の挙動などの実態を把握していくこと、地域における合意を大切にすること、もういずれもあの大切な考え方だというふうに思いますし、 地方公共団体からの自治体の境を越えてですね、挙動する地下水だからこそ、協議の場も必要になってくるんだろうというふうに理解をしております。第16条の2にはですね、国や地方公共団体の地下水の適正な保全および利用に関する規定として、今ありました地下水の適正な保全および利用に関する協議を行う組織の設置で、またはこれに類する業務を行う既存の組織の活用が挙げられておりますけれども、 事業者の責務において、えー、国や地方公共団体が定める施策への協力を規定しているという、今、そういうご答弁だったと思うんですけれども、この協議を行う組織への参加を求める法的根拠、今回の法改正によってどう位置づけられているのか、今のご答弁と同じということになるんでしょうか。 はい、武田委員のご質問にお答えいたします。あのちょっと先走って私お答えした部分もございましてですね、大変失礼いたしました。あの武田委員あのまあ、大,大変ありがたくフォローいただいて感謝申し上げます。あのおっしゃる通りでございまして、先ほどお答えした16条の2におけるですね、法的根拠というのが。 第6条に水循環に関する施策に、地下水の適正な保存利用に関する施策が含まれることを明らかにしたということ、これがまさに法的根拠になるということでございまして、その代表的な施策として、協議会、あるいはそれに類する組織の活用ということがあるという、そういう整理でございます、ありがとうございます武田君あの。具体的なイメージということで、最後、あの少し一点だけ聞かせていただきたいと思うんですが。 あの私の地元、長野県でありますで、リニアの工事による地下水の影響が懸念されている、そういったところもあるわけであります、渚町というところでは、ですね3つの水道水源の下をリニアのトンネルが通るということがありまして、えー、水枯れが起こらないかという心配の声が上がっております、モニタリングなどをするということなんですけれども、仮に水枯れが発生した場合に、市民の生活用水になるということでありますから、影響は甚大だということであります。 でそこで渚町は JR 東海との協議を繰り返し行って、水道水源予備的措置および水道水源への影響を把握するための水源調査についてですね、えー、協定書を取り交わして対策を求めてきたという経過があります。ししかし先ほどあの自治体ヒアリングの結果 私もちょっと紹介させていただきましたけれども、地方自治体の境界を越えて流動するものですから、私はその渚町と JR 東海との個別の対応だけで十分なのか、少しこう不安を感じているわけであります。で、リニアの話ですけれども、この南アルプスというのは、ですね世界的にもこうプレートがぶつかり合って、大変あの今も隆起を続けている、変化に富んだところではないかなというふうに思っております。そういいった成り立ちから考えてもですねあるいは南アルプスの としての,その地下水のマネジメントということを考えても、こういったところで、南アルプスというエリアで地下水について考えていく必要もあるのではないか、あの地表水を考えれば河川を中心としたですねその流域の関係自治体ということになるかもしれませんけれども、必ずしも地表水と地下水の流れというのは一致しているわけではありませんので、そういったことも念頭に置くと、ですね例えば地下水の構造の、地下構造の共通性、類似性というんでしょうか。 えそういったことから南アルプスの地域地下水協議会のようなですねえものを設置するようなこともありうるのかというふうに私考えたんですけれども提出者の見解を伺いたいというふうに思います小宮山康子君ご質問ありがとうございます、えー、まずもってあの温島の高橋千鶴子先生にはちょうどこの法案を作くり なりました。超党派の水制度改革推進基準におきましても共同代表としてさまざなご意見ご努力いただいていることに感謝を申し上げます。また今委員指摘の地下水に関して地下構造と地表との違いというものが明確になっていないということはその通りであり、それだからこそ今回の法案において地下水というものが位置づけられることによって調査また研究等も進んでいく。 ととということになるかと考えております地下水については、特にその不,する不,存あ不存する地下構造や地下水の利用形態が地域ごとに大きく異なるという特徴があることから、協議会については、地下水の適正な保全と利用の観点から、地域の実情に応じて、その設置や既存の組織がの活用が図られることが重要であると考えております。 このため提案者としては、地下水に関する調査、分析等を進めつつ、地域の実情に応じて適正な対応が図られることを期待しております武田君、はい。ありがとうございました。終わります他にご発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。 これより討論に入ります別にご意見もないようですからこれより直ちに採決に入ります水循環基本法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います前回一致と認めますよって法案は前回一致をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました この際、青木君から発言を求められておりますので、これを許します。青木